ピンポン。弱弱の。クソザコさん、何？自己紹介？いやいや、知らないんですか、マリちゃん。何を？最近は出会い柱に。弱弱の。クソザコさん、こうやって見伝えるのかトレンドなんですよ。そんなトレンドあってたまるか。こんにちは。ゆかり先生、弱弱の、クソザコさん、スイナちゃん、弱弱の、クソザコさん、アオイさん、弱弱のクソザコです。おい、表示、ザコって言って、お前に至ってはただの願望。でかられて、流行ってるでしょ。最後の二人はニュアンス違かったよね。もう、何ですか、ちゃんとした挨拶ですよ。変な目で見るのはやめてください。ねえねえ、ギャルは挨拶した？まだだよ。ほら、早くしないと。挨拶はコミュニケーションの基本だよ。オッケー。弱弱の、クソザコさん。ブフ、ブフ。素敵に楽しんでるやついますが、あかり先輩も言っときます。一発やっときます。録音する気満々。まあ別にええけど、弱弱のクソザコさん、ありがとうございます。めっちゃ喜ぶな。目覚ましボイスに使おう。何その微妙に嫌な使われ方。なるほど、クソザコな。最近はそういうのが流行りなんやな。じゃあうちも行ってみるかな。ゆかり、弱弱のクソザコさん。あはは、弱弱クソザコ、クソザコ、クソザコ、ガキのクソザコ、メガネクソザコ、ザコ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 のザコボイスロイド、やかましいザコ、ザコはてめえだ。なんでお前、なあ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 、挨拶じゃなかったの？やめえや、なんで喧嘩になっとんねん。だってこいつがザコって言った。だからそれが挨拶なんだろ。何ザコって言ったら失礼でしょうが。よし、お前歯食いしばれ。まあお姉ちゃんがクソザコなのが事実ですが、ちょっとでもかわいそうですし、暴れバレてる。事実をそのまま突きつけられたらやっぱショックやしな。フォローになってないの、フォローになってないの。